じゃあこんにちは、はい、さあそろそろ2023年のドラフトがね、もうあの10月おあるな、はい、ありますけれども、今年は豊富らしいよ。あ、そうなんですね。おおでも去年が豊富じゃなかったとは言えないぐらいね、はい、活躍した選手もいるし。そうなんですよ。でも今年は豊富らしいよ。それも楽しみですね。来年はなんか俺が楽しみにしてる選手がいるけど。いますよね、うん、で今日はですね、昨年2022年のドラ1今年の評価というのを、はい、進めていきたいと思いますけれども、はい、まあ、12チーム去年ドラ1で取った選手たちが、はい、どういうふうな今年活躍をしたかというのを振り返りたいと思います、はいはい、まずは、セリーグの首位の阪神、はい、もう森下選手ですね。あ、もう言うまでもないというか1軍で、はい、現在ですけれども89試合、2割3分ホームラン10本というところで、もうどうですか、ゆたさん、文句なしというかドラ1評価では。印象に残るな、うん、まあ、ヒット、ホームランが多かったよね、はい、だから、まあ、意外性じゃなではないけども、うん、なんかこう、花がある、うん、まあ、そういった選手だよね、はい、うん、ただ、まあ、率的にはちょっと低いし、出塁率も、うん、まあ、3割飛んで8人、はい、まあ、しかないから、ちょっとそこら辺での数字の物足りなさはあっても、うん、なんか印象の満足度っていうのは、すごく高かったなという。うん、まあ感じはするな。そうですね、はいはい、まあ途中からね、まあでもルーキーだからな、はい、それと優勝争いしてる時のクリーンナップを打ってるわけだから、まあそれはよくやったって褒めるしかない。そうですね、褒めてやりたいしね。そうですね、はい、これ通信簿的なものにして、例えば A から D までの評価みたいな感じになると、はい、それは A だ、ね、A もそうですね、もちろん A、 A、 はい、さあ続いて広島は、はい、斉藤投手、はい、ドラ1で取りましたけれども、はい、まあ、1軍では登板はなかったんですが、ファームで、5試合で先発3回しまして0勝1敗防御率 4.02、はい、これはもう広島が取るときから将来のエース候補として取ってるから、うん、まあ、焦ってないよね。そうですね、まあ、それで体をしっかり作らせて、うん、まあ、将来のエースにする、はい、その片鱗は見せてるらしいよ。下で、あ、やっぱりいいらしいよね、うん、だからそら通信簿的には、はい、まあゼロだけども、はい、いやだけど期待度は100でしょ。おお、期待度100、はい、ああ、そうか、評価はそうですね、1軍では登板してないんですけど、うん、期待度は100ということですね、はい、はい、さあ5年後ね、後でね、後で、はい、はい、3年後5年後の、さあ DeNA、はい、松尾選手、話によるとね、はい、まあ、キャッチャーをそのアマチュア時代にやった経験っていうのが本当に少なくて、でキャッチャーとしてのプロのレベルでは全くなかったというね。だけどこれがやっぱ吸収力があるって、成長力がある。だからそれでどん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 やっぱキャッチャーらしくもなってきてるし、やっぱ持ち前のバッティングもね、ファームでまあ1年から結構な数字を残してるし。そうですね、ただその一軍に上がって来た時期はちょっとあったけども、はい、まあまあだけど形にはまだなってないよね。でも本当にこのキャッチャーはいずれ、まあ、DeNA の正捕手として活躍していくのがちょっと想像できるぐらいの感じにはなってきてる、ね、うん、お、じゃあ現段階、まあまあ、今年までの評価だと、はい、ABCD だと、まあ、ファーム D になっちゃいます。いや、まあ1軍でこれね、2軍の成績なんていうのは、うん、これはもうお金の取れない数字だから。ああ、そうか。いや1軍に上がって初めてプロだから、はい、言えば、うん、それはね、2軍でその活躍してる、うん、ね、2軍でその1軍候補だって、うん、それはまだお金に一銭もなってないわけだから、うん、でもだからそれはプロとして一応プロだけど、プロと同じユニフォーム着てるけども、うん、やっぱ彼らも分かってるように、はい、1軍で活躍しないと、うん、何の役にも立たないっていうことは分かってるだろうから、はい、松尾もゼロです。そうですね。ただ例えば3年後5年後の期待度としては ABCD だと役だよ。 A なんですね。もちろん A だ。楽しみですね、本当に。もちろん A です、うん、さあ巨人、はい、巨人はあのおっさんこと浅野選手でしたけど、誰がおっさんやもうおっさん呼ばわりしたの。おっさん、あの18歳を捕まえて。お前いくつやねん、お前。私45です。そうだろう。いやでも風貌がね、もうすでに18歳ではないっていう。まあ一軍ね、途中出ましたけれども、はい、22試合に出ましたが、うん、まあ、2割5分で1本ホームラン打ちました、はい、あとはまあファームになってしまうんですけれども、うん、でもやっぱ一軍で1本のホームラン打ってるし、
ね、非凡なものはやっぱ感じさせてもらったよね、はい、だからなんていうの、まあ、C ぐらい上げてもいいんじゃないの、うん、そらまだなんつっても高校出たばっかりだもん、まだ ね、 そうですね、まだ、でもそれで率を残してるっていうのがいいじゃない、うん、そうですね、2万人、いや本当に、うんうん、だからそういう意味では中途半端にならないようにね、うん、1軍行ったり2軍行ったりとかじゃなくて、あの この浅野はやっぱりレギュラー候補として取ってるわけだから、うん、まあ、しっかりレギュラーをね掴むぐらいの実力をつけてほしいなと思うけどね。そうですね、あの秋広選手もやっぱ3年経って今年ようやくこうレギュラー定着になったので、浅野選手もやっぱり同じ高卒としてやっぱり2年後、まあ、2年後3年後だよ な、 う、ね、もうしっかりしたレギュラーでね、うん、あのやってほしいと思うけどね。じゃあこう3年後5年後考えると、はい、今日それは A だ、期待度 A ですね、はい、もちろん、はい。さあヤクルトピッチャーです、吉村投手です。吉村、はい、あの1軍でも登板しました。10試合で10先発3勝2敗防御率 4.70、 ちょっとまとまりすぎてんなっていう感じがするな、うん、確かにそのゲームを作ったりだとか勝負行ったりだとかできるピッチャーだけど、なんだけど、はい、伸びしろを考えた時に、まあ、例えば森下だとか斉藤だとか松尾浅野って挙げてったけども、やっぱこう社会人を出てるだけにちょっとまとまりすぎてるなっていう感じがするよね、はい、だから伸びしろという面に関しては、うん、じゃあ前に名前を挙げた人たちよりもちょっと少ないのかなっていう感じはするけども、うんうん、だけどやっぱこう今の段階でしっかりしたボールが投げれてて、うん、まあ、完成度が高いよね、まあ、社会人っていうのもありますもんね、まあ、まあね、はい、ということは現時点での今年の評価という意味では、いや、まあ怪我もあったしさ、はい、途中で離脱もあったしね、うん、だからそういう面では評価としたらやっぱこう C ですよ、はい、じゃあ吉村投手はここからさらにじゃあ今伸びしろをもっと伸ばしていくにはそのまとまりすぎているところを、ね、でもこれはねどうしようも変えられないんだよ。それは変えられないと思う。あ、一回バラバラにするかお前、できない、パーツ変えるか変無理だろ、うん、だからこの現状のままをいかにキープしていきながら、うん、あのもっと精度を高くね、うん、していくかっていうことだよね、うんうん、それによってはやっぱり3年5年後 A っていういい評価にが難しいですか、うん、あのね俺あるヤクルトの関係者の人とちょっと喋ったことがあって、うん、やっぱヤクルトってまとまってるピッチャーが好きだな、荒削りなっていうピッチャーはあんまり目がいかないよ、スカウトしてくるのに、はい、やっぱりこう吉村みたいにまとまってるっていう、うん、そういうピッチャーが好きだな、取るのに歴代の傾向なんですか、ね、だから即戦力っていう、あんまり手をつけなくてもいいようなピッチャーをこう取ってきてる、はい、だからそのなんていうの、大化けするような、うん、そういうタイプはあんまり取ってこないな、なんかすぐに確実性がある、ね、ある程度っていう、うん、だからまあこれはヤクルト の、 そのドラフトの傾向の見方だけどね、はい、選手の見方だけども、まあ、そういうことがあるとやっぱこう成長するのかなっていう、うん、まあ、ちょっと心配な部分はあるけど、あるんですね、はい、さあ中日は中地投手です、はい、あの1軍でも8試合はい、登板しまして、まあ、1勝5敗あの1勝プロでね初、うん、あの上げたんですけれども、はい、その後なかなかちょっと勝ちがつかず、はい、まあ、防御率は悪いんだけどね、ただ投げてるボール、うん、それとゲームを作ってるゲームでも勝ちきれない、うん、これは野手が打たないから、うん、そうですね、だから俺は B を上げてもいいぐらいだと思う、はい、今年は B、うん、まあ、プロでね初勝利、それはね今だと3勝ぐらいしてると思う、うん、日のピッチャー打ってくれれば、はい、打たないのなんせ、うん、柳知ってる知ってます11試合投げて、はい、ね、援護点何点だと思う、11試合で 0. 点何なんですか、いやだから何点取ったと思う、11試合で、2点とかですか、4点だと思う、4点これじゃ勝てないよなんか中日でピッチャーとして言っていいのか悪いのか、いやそうなんだよですよね、そうだってさ、だから長地もそう打たれた時はパパパーンと打たれて、うん、ね、そのゲームをぶっ壊して、はい、その防御率が 5.68 なんだよ、うん、でもねピタッと抑えてる時は点が 取ってくれない、そうです、ね、だからまあそういう意味では、まあ、B ぐらい上げてもいいのかなっていうふうに思うよね、ただこれ5年後とか3年後になってくると、例えば中日を
使われて背負うようなピッチャーっていうにはなってくるんですか。こういうタイプは難しいんだよね。だからルーキーの時からやっぱゲームをなかなか壊さないっていうピッチャーは、うん、ああこれは対戦していくだろうなと思うんだけども、うん、いい時はいい、悪い時は悪いじゃんさ、困るんだよ、うん、でバンテリンでは投げれるけど他だったら投げれないとかさ、うん、広い球場だといいけど狭い球場になると打たれちゃうみたいな、うん、だからこっからの成長だな、中地がどう考えて、うん、そこだと思うんだよ。それにはまず何が一番必要ですかね、中地投手に必要なの。まず必要なのはコントロールだな、うん、柳見てみろ、あのコントロールの良さ、うん、でそんなに球威があるほどはないよ、まあ、スライダーはすごく一級品のスライダーを持っててもやっぱり球威で抑えられるピッチャーじゃないから、だからいかにその精度をよくコントロールをよくしていくかっていうことが、まあ、一番いいんだよね、うん、だからそのコントロールが身につくか身につかないかっていうのはバンテリンで投げてても狭い球場を意識しながらの投球ができるかどうかだよ、うん、バンテリンだったらここ投げてもなかなかいかないって、そう甘い汁吸っちゃうとなかなかコントロールっていうのは、甘いコントロールはついても甘くないコントロールはつかないから厳しいところ、厳しいところはね、あだからまあそこら辺だよな。そうですね、はい、じゃあ続いてパリーグ、オリックスは、ソトニ投手です、はい、で1軍では9試合登板して6先発で0勝2敗防御率 4.73 と、面白いピッチャーだな。面白い、はい、リリースポイントっていうのがすごくしっかりしてるというか、ちょっとバラバラなんだけど、うん、力の入れるところがいいっていう感じがするよね、うん、はい、でちょっと変則気味だし、こんなところから速いボールが来るのかみたいな、うん、まあ、そういうタイミングを取りづらいピッチャーなんだけども、割と上では少し自滅型なのかなという、うん、ちょっとねコントロールが苦しいんで、うん、一回狂い出すと止まらないというかさ、あフォーボール3つで満塁作ったりとかさ、はい、まあ、そういうケースもあるから、なかなかやっぱりこれからだけどね、うん、これからだけど、今年の評価としてはドラ1で、この評価というとまあ、C ですよ、ね、うん、まあ、D でもいいぐらいだな、あ、CD、うん、さあソフトバンク、イヒネ選手、まあ、ちょっとあの怪我もあって1軍でも2軍でも出場なしでした、はいはい、まあ、この子が出てきた時にはね、うん、すごい魅力のある選手になって出てきてると思うよ、うん、やっぱアマチュアの時の身体能力とかいろいろ考えるともう抜けてる感じがするもんね。ただ実際プロに入っての映像っていうのがあまりないんで、まあ、なかなかこう評価難しい。そうですね、ちょっとしづらいですけど、ね、ただソフトバンクというとやっぱ内野手、特にショートとかサード、はい、まあ、今宮選手の次を担う選手だったり、まあ、そうだな、サードだったりとか、今宮もずっとショートっていうことではないだろうしね、はい、でまあ、3年後出てくるとしたら、うん、今宮が3年後頑張れるかどうかっていうこともあるし、うん、じゃあなかったらもう取って代わるというようなね、はい、まあ、そういうことになってくるし、まあ、いい内野手になると思う、俺は。じゃあ、今後の評価としては、期待できる評価としては、A だ、お楽しみですね。見てないだけで、うん、そうですね、まだね、真っさらな状態だけに。そうそうそう、さ楽天、庄司投手、はい、まあね、今、先発でも活躍していますが、18試合で18先発をして、4勝3敗、防御率 3.35 と。でね、やっぱこのピッチャーが投げてると、援護点がないんだよ、なかなか。うん、それはね、やっぱりリズムの悪さ。帽子の落ちる回数が多い。それ時間長くなりますよね。いや、あのね、野手でね、いちいち帽子を取ってる姿を見るとイライラしてくるんだよ。あ、後ろで見てて、うん、で帽子しっかり変わるよみたいな、うん、でかいのか俺みたいな、ちっちゃいのとかちょうどいいのとかちょっと浅く、いや、そうなるんだよやっぱり野手って、うん、はい、でいちいちこうやって拾ってさ、なんかこうそういう間ができると、うん、まあ、それとどちらかというとフォアボールが多い、うん、帽子が飛ばす代わりにもフォアボールが、あーリズムが取れない、はい、だから援護点がないのかなっていうことも考えられるんだ、うん、でも投げてるボールだとか、うん、あの変化球だとか、うん、まあ、一級品は間違いない、うんうん、だから勝てるピッチャーだけど、はい、やっぱそういうこともちょっと自分よがりで投げてる傾向があるんだよね、はい、そうじゃなくて野手がどういう姿で俺のを見てるんだろうっていう意識が入ってくると、ちょっと変わってくるかなっていう感じがする。そこでまた一皮むけるってことですよね。そうそうそう、でも投げてるボール素材は間違いなく一級品だ、と
じゃあ今年での評価だけとなると、まあ、でもね4勝3敗18試合の先発しててね、うん、ゲームもしっかり作ってるケースも たくさんあるし、はい、まあ A でいいかな。で今後3年後5年後帽子が1回1回落とさないというだったら A だな。 A、OK、です帽子が落ちてるようだったら B だよ。 D 落ちますね。そっちも落ちるってことです、ね、だからもうこの動画を見たらしっかり帽子をかぶってる。そうですね、サイズ感自分用のも作れみたいな。飛ばないようにもう採寸した方がいいですね。ちゃんとこう耳にこう かけるようにとかこういうね、あの紐で、ね、紐の黄色い帽子みたいな、はいはい、さあロッテ、はい、菊池投手です、はい、1軍では1試合で登板して1先発0勝1敗防御率 2.25、うん、でファームでは14試合で11先発して4勝5敗防御率 4.22 です。ちょっとファームの数字を見てるのは良くないな、あんまりな。ちょっとそうですね、防御率もそうですし、うん、内容が分からないから何とも言えないけど、うん、やっぱりファームの成績を見てみると11先発で4勝5敗、うん、負けが先行しているということ、うん、で防御率が4点台ということは、まあ、あんまり良くないよな、やっぱりな、うん、そうですね、うん、で上でも、まあ、あの先発1回のみだったということもありますし、うん、まあ、ただロッテは今すごくこの動画撮ってる時やっぱ投手がなんとか立て直してほしいっていう時期でもあるので、なんとか出てきてほしいんですけど、いやただそのファームでこのぐらいの成績だと他にいい選手っていうのはたくさんいると思うから、まだ順番は回ってきそうもないよね、まあ、でも将来的なことも考えてっていうことになると、まああらがちそうではないかもわからないけども、まあだけどやっぱしっかりファームでね、ファームの成績これ三振が入ってないけども、ファームでいかに三振を取れるか、はい、こういうピッチャー の見方っていうのもあるんだよね、うん、でやっぱ三振が取れないとファームでもちょっと上に来たらもっと苦しむ。そうですね、うん、それはそうだ。じゃあ菊池投手は、まあ、今年の評価でいくと、まあ、D だよね、うん、ただ3年後とか5年後で見通していくと、まあ、頑張り次第になってくると思うんだけど、まあ、そうだな、どういうふうに変わり身があるかの、うん、まあ、そこら辺だよな。そうですね、うん、さあ西武、はい、蛭間選手です、はい、あの苦しいね西武 打線というところで、うん、あの1軍でも56試合で2割3分2厘、はい、でホームラン2本、うん、20打点、はい、出塁率が2割8分というところで、これなんで最初からいなかったのかなというのはよく分からないんだけど、はい、まあ、そのぐらいやっぱり非凡なものがあるというね、うん、いいよ、うん、で左ピッチャーに対してやっぱり高打率も残してるしね、はい、だから、まあ、将来の首位打者候補だな。あ、へえ、あ、じゃあもう3年後とか5年後だと評価 A っていうところですよね。もちろん、うん、いやだから5年後27ぐらいだな、はい、まあそうだな、首位打者争いしてるな、うん、3年目ぐらいから、お、もう3年目ぐらいから出始めてっていう、うん、もう本当に非凡なものを持ってる選手なんです、ね、ただ条件的には引っ張れないという、引っ張ることができるようにならないと、うん、その道はちょっと狭き門になる。今って引っ張りっていう意味ではどうなんですか、まあ、どちらかというと引きつけて反対方向に打つ傾向が強いバッターなんだよね、うん、はい、それがやっぱこう打てる範囲を広げることによって首位打者争いができるという、うん、まあ、そのぐらいのセンスがあるし、はい、うん、いいと思う。じゃあ、まあ、将来的にはもちろん評価 A なんですけれども、今年は評価は B だ、ね、うん、B、いやこの子の能力を考えたら本当はもっと出せる、何やってたんだみたいな、うん、そんな感じそんな感じなんですね。どこで休んでたの、どこ隠れたの最初そうでしたもんね、うん、昼間しかやらないのかってファームで、昼間だから、うん、そうファームでこうやってナイターでそうですね、そうそうそう、だから昼間夜間にしてみる、夜にしてみるっていう昼を ね、 そうそう、夜間たくや夜間、うん、そうです、夜間じゃない違います、夜間ね、はい、最後、はい、日本ハム、まあ、二刀流でも注目されました矢澤選手、はい、矢澤投手ですけれども、まあ本人もそうだし、はい、まあ、球団としてもちょっと中途半端になっちゃったな、そうですね、まあ、怪我によってね、はい、うん、でやっぱり能力的にはすごい高いものがある、すべてに、うん、でピッチャーをやらしてもそうだし、まあ、バッターとしてもそうだし、ランナーとしてもそうなんだよね、はい、だから、まあ、いろんな選択肢がありながらやっぱそれを見極めてる途中に怪我をしたという、うん、だからすごくもったいなかったよな、そうですね、うん、だからまあ B なんだけども、今年の評価はでも将来的にはどういうふうに化けてくるのかなという、
まあ、そういう期待を込めて A だよね。これどうなんでしょう、将来的にも本当に二刀流でも絶対にやっていくのか、例えばどっちか一本に途中でなってしまう可能性は、どっちかに一本になるだろうな。でも小さくてもちょこちょこやるんだったら、うん、それはできないことはない、うん、でもそうは考えてないんですよ日本ハムも。新庄監督、まあ、例えばバッターでこんなに大きくなれるのに、うん、二刀流やることによって両方とも小さな器になっちゃう、うん、それだったら一つ大きい方が、まあ、チームにとってはいいよね。そうですね、だからまあ途中でどういうふうにしていくかわからないけども、うん、まあ、ピッチャーなのか、ピッチャーはあんまり見てないからね。そうなんですよね、うん、だからまあ投げる姿もちょっと見てみたいと思うけども、うん、まあ、やっぱり将来的にはこう A だよね。そうですね、期待を込めて、まあ、ちょっと駆け足で12チームのドラ1の選手をちょっと見ていきましたけれども、はい、まあね、今年 A だった選手、今年活躍できなかった選手、また2年目3年目挽回できるように挽回していくと思うよ。今ね、今年出られなかった選手が、いやいや、もう広島の斉藤なんていうのは、はい、5年後にはエースになってる、カープの可能性はある、ね、楽しみですね、はい、ですし他にもね、DeNA の松尾選手だったりとかも、そうだね、はい、そうです、オールスターで受けてるのかな、斉藤の球、そっか、じゃこの、そっかそっか、WBC に行ってるのかな、あ、この2人が、そうみたいな、ここにコンシャインみたいな、コンシャイン、違うんだ、そうですね、これあかんで、ま、松尾選手が、ね、言ってるかもしれないですし、まあ、ソフトバンクの、ね、ヒネ選手も、まあね、怪我治って、ね、はい、活躍する姿も見たいですし、はいはい、ちょっと楽しみに、そうだね、はい、する、はい、したいです。